はい、ポリプレックスの解説第2回目となります。今回はですね、各キットのエディットに関して解説を進めてみたいと思います。まずですね、この下サイコロついているんですけども、これはですね、選択したキットをランダムに変えると。一回やってみましょう。今これスネアになってますので、このように変化させることができます。またですね、前回ここでグローバルでやったんですけども、こちらは全部が変わると。ただスネアの音が気に入ってて、スネアは残したいという時はですね、ここを外しておくとスネアだけ除外されます。このようにスネアが常に変わっていないのが確認できるかと思います。うまくですね、このあたり組み合わせていく必要がありますね。そしてこの下からはですね、今選択しているキットがですね、表示されています。でこの時ちょっと注意点がありまして、再生した時にこの情報が変わってしまうということがあるんですね。この場合、ここのボタンがついていると、演奏されたキットがですね、どんどん変わって表示されていくと。一回見てみてください。はい、ですので、聞きながらエディットするときにですね、ちょっとエディットしづらいという形になってしまいますので、通常細かくやるときはこれは外しておくといいと思いますね。じゃあまずキックをいじってみましょうか。選択すると下にキックの情報が出てきます。このサウンドの並びですよね。前回グローバルとほとんど同様になります。ただ違うのは、上でやると全てのキットがですね、変化してしまうのに対し、ここの下部分からはこのキックだけを変化させることができます。ボリュームは単純にですね、大きさ。そしてバランスは左右パン。チューンが音程。ディケイが音の長さ。このようにキックだけの処理を行うことができます。またダブルクリックでですね、簡単に元の値に戻せますので、このあたりも覚えておくと便利かと思いますね。そしてこの下部分見てみましょうか。例えば曲によってはですね、このキックをですね、2種類分けて使いたい。そういうこともできます。まず一番左の部分はキットを初期化するというものですので、最初の状態に戻しますよということです。変えたくない場合は絶対押さないようにしてください。そして次コピーなんですね。例えば今回8番使ってないということで、キックを2つにしたい。という時はですね、ここでコピーして、そして使ってない8番にここでペーストするとですね、同じ音になります。ですので、こっちだけ微妙に音程を変えたりなんか、音の長さ変えたりとか、このような細かな調整が可能となります。そしてこの部分で覚えておいていただきたいのが、このチョークとアウトプットですね。チョークは特にハイハットに有効ですよね。ハイハットオープンがクローズで消えるようにしたい。で、通常ですね、今このようにプリセットはグループ1となって割り当てられてるんですけども、ご自身で設定した場合、これチョークが設定されてないことになりますので、このオープンがクローズで止まらないということになります。これを解消するのがこのグループで、上下ドラッグでですね、グループをこのように決めることができます。例えば今、オープンとクローズのグループが別ですので、オープンがこれクローズで止まらないということになります。ただしこれを一緒にすると、はい、簡単に止めることができると。このあたりはやはりハットで汎用性が高いかなという部分となっています。そしてアウトプット、これパラアウトをすることができます。これも上下ドラッグでですね、何番から出すのかということを決められます。よって、こう、キックは1、2。そしてスネアは3、4。の風にやるとですね、ダウ上でそれぞれをですね、別々にコントロールすることができるようになります。一度試しにやってみましょうか。ロジックの場合はですね、パラアウトを行うときは、このようにネイティブインストゥルメンツのリアクターなんですけども、今ステレオとなってますので、パラアウトできません。今回はこれをモノラルかステレオで書き出す必要があります。ちょっと他機能もですね、ステレオの方が都合がいい場合がありますので、今回はステレオで。そしてこのミキサー画面ですよね。プラスを押すと、このようにですね、3、4、5、6、7、8という風になっていますんで、あとはですね、こちら、キックを何番から出したいのかっていうところを、このアウトプットを上下ドラッグして決めていくと。今ですと、じゃあ1、2がキック、スネアが3、4、そしてハットが5、6、オープンも同じ5、6にしておきましょう。こんな感じですかね。今4つしか使ってないので、これで確認してみましょう。キックですね。スネア、ハットと。それぞれにエフェクトを適用したり、リバーブをかけたりなんかが簡単に行えると。言った仕組みとなっています。ということでですね、ここまでで結構長くなってしまったと思いますので、次回はいよいよこの下部分の解説を行っていきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。PC の方はスリープリークスのロゴをクリック。スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をタップしてください。